どうもこんにちは、なっちでございます。4月の20日です。ちょっと今更にはなってしまったんですけど、闘技量がね、今回ソロで来てるということで、これ挑んでみたいと思います。もともとはマルチ専用のダンジョンだったんですけど、今はね、ここにソロ専用で来てますということでやってみましょう。虹メダルももらえるみたいです。これが出たのがちょうど夏の終わりくらいだったんで、まあギリ1年ギリでもないか、1年は経ってないぐらいですね。確かボスがシアートとエスカマリの辺だったはずなんで、マシンキラーを積んだゼラチンですね。内容ね、全然覚えてないんだ。相変わらずパーティーがいつもと同じですが、よろしくお願いします。こんなんだったっけ、全然記憶がない。めっちゃ殴ってくるやん多分1回しかやってないんですよね、このダンジョン自体をね。さあ、とりあえずここは4-3が入りまして、倒していく。そんな痛くもなかったね。また欠損か、逃がさないです。逃がさないですは割合とかしないよね。割合は貴族性だよね。なんかあんま強くねえな。その短期間にインフレがあったのか、ソロ専用にちょっと難易度が落ちてんのか分かりませんけど、内容も全然ね、ピンとこない。未だにあ、こいつおったねとかさ、全然そういう感情が湧かないんですよね。で、今回あれはないんですよ。神キラーはないので、こいつはちょっと硬いのかなって思うんですけど、神の方がいいかなって思ったんですよね。悪魔できちゃいました。そう、悪魔キラー自体は別にアルティミスが持ってるんで、持ってるっていうかつけてるんで、ゼラチンは今回神マシンが安定だった可能性があります。てかエスカマリと、エスカマリは分からんけど、シェアトとかって神タイプではないのかな、どうなんだろう。ちょっとそこ怪しいですね。マシンは絶対あるんだけど、神ではないのかな、分かりませんが、まあマシンは多分正解なはず。パンツァーじゃん、パンツァー。回復全然ねえよ。全然ピンとこねえし、しかも。ここは多分ね、ウェイの落ち込んとか来なければ大丈夫なん で、ウェイの落ち込んなんてそう来ないんで、回復も来ませんね。回復降ってこないの辛いぞ、ここ割合だったはずなんで。怖いなぁ。どうなりますでしょうか。あ、硬いね。あ、で、それを消すんだ。これはね、逆にありがたかったかもしれません。割合を受けなかったんで。まあ、ちょっとあいつはね、選択をミスったんじゃないのかなって思います。OK。倒せるよね。よし。なんか簡単そうで意外と引っかかりそうな場所があります。リーダーチェンジからの通常ね。で、色欠損ね。で、軽減もできていないので、ちょっとここ怖いんですが、いやマジエイルみたいなキャラ欲しいなって最近ね思うんですよ。エイルおったらめっちゃ強いやんってねなんか他の属性のパーティー見てるとさ、いつも思うんだよね、あいつずるやんってね。おでドラの枠いらんし、回復めっちゃ上がるし、なんなのみたいな。あれで降臨ですからね。ちょっと貴族性版も欲しいなと思っております。なんとか片方を倒せます。ハウリングストームも溜まりつつありますね。オッケー、赤ずきん倒しまし。マシマシマシ、嘘だ、お前そのサイズで 100% 持ってちゃダメでしょ、それはずるや。丸のみとかな、横の狼だしな、しかもな、丸のみっていうサイズじゃないんですよね。ここもこいつが絶対いいよね。木の蜜葉は多分いないと思うんですけど、こいつらがランダムってことかな。倒していく。
13階層もあったっけ。13階層そんなあったっけ。なんか内容変わってたりします。僕の記憶力がちょっと怪しいんですけど、13階層全然ピンとこないもんな。手なずけるバインドだしな。いやーちょっとここ怖いよ。割合ももちろん怖いけど、色もなければ軽減もできないっていう点も怖いよ。街を作っちゃったよ。回復ありがとう。44でいくか。44でちょっと両方、いや5でゼラチンを全体にしてやるという作戦、これどうかな。両方倒しちゃい作戦。なんならオッケーじゃないけど大丈夫。いや強いよこいつマジ。赤ずきん要注意やな。赤ずきんってよりかは、なんか赤ずきんは出てくるなんか狩人みたいなね人が一番強かった。強いっていうのもおかしいけど、初だったんですけどね。うわうわうわ、規範限ありますけど、マシンタイプですよね。あ、マシンちゃマシンっぽい見た目をしているんだけど、気づきにくいポイントではあります。さてさて、こいつどうなりますかね。キラーが入るっていう意味ではね、多分ねいい感じなんですけど、あれがね、規範限がね絶妙に仕事をするんじゃなかろうかと。硬いね。で、行動パターン変わんないんだ、まだ。ギリギリまで、ちょっと、火を待ちますか。アルテミスとか溜まりませんか？あと2ターン。あ、ギリ溜まりますね。アルテミス使うのが無難だと思うんだ。木が1個しか降ってきていない。何が起きたらそうなるんだ。ここはちょっと火消すのもったいない気もするけども、思いっきり消しちゃいます。思いっきり消しちゃって、次アルテミス使ってワンパン狙っていく。いけなくないはずよ。うん、盤面悪くない。てかもうターリス使いてー、延長使いてー。使いてーわマジ。どこでウェイを組むかですね。ここにウェイ組んじゃって、でーでででででで で、まあ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 いいでしょう。いけるはず。あー、 L 字の落ち込ん、あ、 L 字の落ち込ん、どうなってやがる。オッケー。バッケスなんておったかな。こんなやつおったかな。かぐや姫は使っていいんですかね。使っちゃいますよ。なんかやばそうな雰囲気出てますからね。これ悪魔キラー絶対いらんやん。てかかぐや姫って何タイプなんだ。何タイプなんだ。神だよね。神キラー良かったよ絶対。神キラーの方が。ほら硬い。何が起きるんですか。バインド、アルテミスを使いましょう。多分ターリスがいたらねそのまま押せたんですけど、ここはちょっとバインドもあるんでこっちの方がいいかなと。ちょっと時間があんまないからさ、もうターリスいいかな、使うようにして。普通にパズルがね下手くそなんでね。雑魚プレイヤーなんで、ちょっと最後の踏ん張るにはたまりましたから、弾いてほしい。ナイス、踏ん張っていく。いやもうこれ原型ないんじゃない、このダンジョン。こんなに強烈だったら覚えてる気がするんだけどな。さあここ悪魔キラー唯一行きます。ワンパンいけますでしょうか。えい、9回、長い。あ、こいつはいた気がする。こいつはすごい覚えてる。なんか毒花火かなんかをするんでしたよね。でなんかその毒耐性積んでねえやつのせいで負けたんだがみたいな、そういうギスギスしたワイワイのありましたよね、そういう時期がね。硬いんだよ。で
そう、これが来るんだよ。当時はね、毒耐性こそあったんですけど、やはり全員が積まないといけませんから、受ける人がね。なのですごい苦戦をしたっていうね、人が多かったと思います。それしかしないのかな。ちなみにこの子はドラゴンだけ、ドラゴンだけはね逆にむずいんだ。このパーティー軽減が外れたようです。あ、ちょろいですね。チョロ Q ですね。これはチョロ Q なんで倒させていただき、いやー、キリ割る、キリ割る、うわ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 最悪や、最悪なパズルが展開されました。やっぱね、エキサイティブモーメントね、気持ち的にも必要だ。ここはゼラチン使うわ。ちょっとやべえわ、こいつは回復ゼロだし、両方使っちゃいます。ここで使わずして、おい、なんか最近そういうことするね、よくね。これ超追い打ちギリ入りませんので、普通に追い打ちを組みます。で、ああ、ああ、横に組んだ方が良かったんだろうな、きっとこれな。やばすぎるパズルがやばすぎる。落ち込んに救われすぎ。おっと、母親からなんか LINE が来てしまいました。申し訳ありません。イザナミさんね、なんか地味にハードだな、このステージ。バインド来るんやろ。じゃあここパリンと、パリンと入れちゃいますよ。はい、パリン入ります。ワンパンどうかな。 75% がちょっと硬いよね。ですよね。お邪魔耐性はないので、このパーティーちょっと怖いですね。爆弾がね結構厄介だし、ハウリングストームね、門限溜まっちゃいそうなんだ。門限溜まんのはね何も嬉しくない。なんなら遅延を求めている私。いや、これだってさ、爆弾とお邪魔消すぐらいしかできなくなっちゃうもんね、生成量多すぎて。ここも爆弾は飛んでこない。いや、多いな、多すぎるよ。でこれさ、変に木とかのコンボ考えとると、お邪魔を消しそびれましたってことがあるんで、あんまり調子には乗らずに、あわよくばぐらいで7コンボ入ります。大丈夫、これ覚醒向こう来ない、来るんかい。まだ半分いっとらんやんけ。ただまあオデが溜まっててよかった、オデが溜まっていてよかったが、ウェイブンはありませんと。このイザナミさん意外とね、ワンパンできないとしんどいなって最近感じております。ただ次には色があるので、ここで封印が来るよね。大丈夫だよね、封印だけなのがありがたいです。こうしよう、こうしてこうしてこうしよう。いや、ただハウリングストームが使えないのが痛いですね。これは長いですね。そしてダンジョンがやっぱシェアとか、やっぱシェアとなんだな。うわ、いや、それは覚えてなかった。アルテミスがあってよかった。エスカマリがね属性吸収したの覚えてんだよ。お前ダメージだったか、まさかの。これはもうおとなしくアルテミス待って、で追い打ちドガーンで、まあいけると信じたいですね。もう信じるしかない。おい、遅延はこっちにあれ。ワンチャンこれハウリングストームも使える説が、彼女の遅延次第では出てきました。お願いします。ロックね、ロックはね、ハウリングストームが使えたらね関係ないんですよ。使えないとちょっとめんどくさいかな。ちょっと殴ってみる。ちょっと減らしておこう気持ち。果ての空、遅延遅延遅延。
痛いです普通に。しかもあれがないです、回復が。待ちます、色待ちます。遅延遅延遅延。ロックロック、一番しんどいやつ。まあまあまあいけるんじゃね、まあ、もう一枚あるしいけるんじゃね、やってみるべさ。いくよいくよ、44だね、木はね。何持とうかな、闇持とうかな、闇持ってこうしてここで追い打ちを組んで4でしょ、で4でしょ、4で、はい、どうですか。さっきそんだけ減ったってことは吸収無効をつければイエスからの4ダメージ、 OK。 いやこんなにしんどかったかなこのダンジョン。なんか普通にね、一度きりチャレンジよりむずくねみたいな最近ないですけど、あんまりあのイベント闘技場よりかははるかに手応えを感じましたね。虹メダルもらえてもおかしくない難易度ではありました。よっこら、いや周回はしたくないですね、まだむずいですね。内容変わってるか分かりませんが、あ、ただ経験値が多いし、はい、ということで、まあ実力ある方はね、あの3人でこうね迷惑とか気にすることもないので、まあ気軽に周回できるって意味ではいいのかな。ただまあ一人だとね、対策するギミックが多くて仕方がない、仕方がないんで、なんでそこだけ気をつけてくださいといった感じですかね。てかもう皆さんやりましたよね、もう遅いよね、明日最終日だと思うんで多分。はい、ということで以上僕の闘技路でございました。バイバイ。